今回は限界集落に住む一騎たちのお話を3本紹介します。1本目は2017年6月10日のスレです。超限界集落に引っ越したけど質問ある。Y 以外は80過ぎのジジババが5人だけや。いざか。農家やりたくて引っ越したけどまだ荒れ地を耕してるだけやわ。農業やりにしてももうちょっとマシなとこなかったんか。割と生活に苦労するレベルやろ。土地が安いというかただ同然やったからな。Y も行きたい。何作るな。とりあえず丈夫な芋類から始めるつもり。なるほどな。農家やりたいとか田舎暮らししたいとかいうやつは多いけど、ほんまに行動するのはすごいな。大変やろうけど頑張ってな。どこ？中部の秘境駅って言われてるところからさらに2時間山に入ったところやで。いいだせん。鉄オタが来たら絶対見バレするからこれ以上はやめとくで。楽しそう。星めっちゃ綺麗やで。ネットはさすがにできるんやな。Y には無理。電気は通ってるし回線もあるからな。ガスはプロパンやが。そこで畑耕して売りさばくの。田舎って排他的やとか言うけど、ここまで消滅寸前や土地やほやされまくりやぞ。貯金は結構あるから生活はなんとかなるし、一年くらいいろいろ試して考えるで。そらそうよ。外人でもなんでも人が増えるだけで街の一大イベントや。一人なんか。一人やで。ネットは通じるんやな。光回線は通ってるんか。くそ重いけどな。工事するのに車で来れなくて苦労してたみたい。店がまずなさそう。地元の酒屋とか問屋みたいなのもないの。トラックを店みたいにしたやつが週1ぐらいで来るんか。ないし来ないで。アマゾンは来てくれるけど。食料どないすんねん。ジジババの貢ぎ物とか、あと2時間歩けば電車あるから買い物行ったりもできるで。設置料金とかあるん？プライムやからか知らんけど特にないで。もう住んでるんよね、何日目。明日で2週間目やで。ネットで作物販売できそうやな。問題はどう配送するかやな。大和来るんやろ。そのまま集荷してもらえんさい。軽トラックとかで来れる道ちゃうぞ。アマゾンに来はどうやって来るねん、現茶か。現茶なんかな、さすがに徒歩で来てるわけじゃないと思うけどわからん。車道自体はあるんやが、くっそ狭い上にひび割れたり木の根が生えてたりして、とても車で来れる道じゃないんやで。アマゾン来るイコール配送便あるんちゃうのか。軽トラックとかで来れる道ちゃうぞ。一致病気なったり骨折したら動かれへんやん。携帯通じるしなんとかなるやろかっこ適当。海が近ければ釣りで食料調達したりできるんかな。めっちゃ細くて浅い川とくっそ汚い茶色の川しかないんを。いえ、でかいの？家賃いくら？くっそボロい普通の日本家屋やね。国道まで何分かかる？多分バイクで1時間30分くらい、測ったことないからわかんない。ここで1本目のお話は終了です。2本目は2017年1月5日のスレです。四国の山奥、限界集落出身だけど質問ある。霊的なオカルト話はないけど、多分都会の人からしたら村の生活すべてがオカルトレベルかもしれん。どんな生活だったの？ばあちゃんがいろりの近くとか土間で縫い物してて、母親は台所で煮物作って、父親は炭焼き。俺は行くところもすることもないから勉強してた。高校卒業して都会に出るまで、ネットを触ったこともなかった。お犬の神様のとこじゃないの。幸せな環境だよね。そんな恵まれている現実して、都会でなくても良いと思う。ネットなんてなくても、幸せな環境だよ。全然恥ずかしいことないや。面白いスレだ。俺も四国の限界集落出身だ。公共交通機関が全くない。学校まで徒歩で1時間、途中山を越える。雪が腰まで積もると学校へ行けない。物理的に無理、除雪なし。水道がない。山水をタンクに溜めてそれで全ての生活水を賄った。プロパンガスがあったが、メインは焚き火でかまどで炊飯。風呂は焚き火で五右衛門風呂。焚き火は山へ秋口に木を切りに行って、それを運んできて、冬用のものを用意。ノコギリで木を適当な大きさに切ってマサカリとナタで薪にする。テレビは3チャンネル。電気はあり、遊び場は、山の中か田んぼ。自転車で走ると口の中にトンボが入ってくる。バイクに乗っていたおっちゃんの顔にカブトムシが刺さったことがある。周りはジジババばかりで、どんどん死んでいく。葬式が忙しい。檀家が少なくなって寺が危機的状況に。学校の校舎がボロく、2階の窓を拭くために開けたら、外れて下へ落下。粉々に。給食の時間に牛乳をこぼしたら下の1階の教室にまで流れ落ちた。星が降るような夜。天の川が異様に白い。15年くらいに一度、子供がいなくなる。最後のは何？島並み石槌さん、サメ浦ダム大ボケ小ボケうどんの工程で四国ツーリングに行ったが、中央部のあの辺りすごいな。サメ浦ダム周辺とか島根よりすごいぞ。四国の田舎に住んでるけど限界集落はもう限界超えちゃってる。数人のジジババがいなくなってしまえばその部落はなくなるだろうな。限界集落、じゃなくって、あそこの家には〇〇さんが住んでるな。印象で郵便屋さんは覚えてて生存確認兼ねて巡ってるからな。ちょっと谷の方から見て、上の方にある家は誰々さん。ってフルネーム。わかってるレベルに人がいないところ多いぞ。あ、
住んでみたい、そんなところに。生まれてこの片灰色のコンクリートジャングルでしか暮らしてない。憧れるわ、その生活。こっちは、生まれてこの方、本当のジャングルでしか暮らしてない。虫と共生できるかい。山暮らしにおける駅中の代表格が雲。そして駅中たちも部屋のどっかにはうんこしてると思う。虫のうんこなど問題でないでしょう。雲は、でっかいやつね。でっかいやつ、ゴキブリを取ってくれて重宝する。夏によカブトムシが今に飛び込んでくるのは大変だけど、気をつけないといけないのはムカデ。布団の上にポトッと落ちてくるという。半紙に、アマチャと墨で書いて柱に貼っておくと、ムカデ避けになるという呪術か。節分に豆と1円をティッシュに包んで、三叉路や曲がり角に置くっていう風習、今でもありますか？もうないと思う。と書くと四国のどこか、丸わかり。ティッシュじゃなくて、ちり紙ね。ちり紙って知ってますか？知ってます。あったな。ばあちゃんが絶対に後ろは振り返らんでね。何か忘れたけど追ってもらえるから。って言われて走って帰ったい思い出。四つ辻にはいろいろな魔物がいて、葬式の帰りにそこを通ると、七人岬がついてくるというのもありました。今、その名前だけは有名ですけど、四つ辻には不意に死んだ人の霊が集まっている、ということでした。崩壊様ですね。香炉死人が起源だとか、無縁仏だとか言われています。その一種で道六神というのもありました。道祖神でしょう。ヒダルでも書きましたが、資料がつくというのでは岬というのも、あります。体がだるくなったり痺れたりします。カザフレとも。昔、徳島出身の俺のばあちゃんが真剣な表情で蛇使い、の話してた。村に気に入らない人がいるとその人の家に蛇を送り込むとか、送り込まれた人は高熱出したり病気や怪我をするらしい。蛇使いなど甘い。こっちとら、犬噛みつき台。四国ってなんで山に小さい祠がいっぱいあるの？別に、山じゃなくっても街中にもあるぞ。山に小さい祠がいっぱいあるというのが重要なんでしょうね。あるんだよ。これが、たくさん。間違っても、中のお札持ち帰るんじゃないぞ。読めない文字で書いてあるのはなおさら、家に来るぞ。夜にな。コンビニありますか？最寄りのコンビニまで車で40分とかのレベル。そういう部落には行商者が物資運んでる。かわいい、かわいい、魚屋さん、こんちはお魚いかかです。の曲を爆音でかけて、かっこ住民はみんな、耳が遠くて、車道から離れて住んでいるから、移動販売車がやってくる。電話で注文しておくと、その品物を持ってきてくれる。ある意味、都会より便利。コンビニはない。そういう概念はない。わかる。しかも漁港で取れたばかりの新鮮なやつだし。おいのこ様ってやってますか？おいのこの海苔は、いがたら粉巻いて、2でにっこりわろて、3で酒を酌み交わし、4で世の中よいよいに、5つ。いつものごとくに、むつむりを息災に、やつ。ありますよ。ただし、今では女の子も参加します。子供が少ないからね。イノコさんは私の住んでいるところは昨日終わりましたよ。私のところは2曲歌いますよ。1曲目は、皆さんのような、ゴーリンさんという人は、1で俵を踏んまいて、2でにっこりわろうて、3で廃車しおうて、4で世の中よいように、5ついつものごとくなり、6つ無病息災に、7つ何事ないように、8つ社を立て並べ、9つ小倉を立て並べ、遠でとうとう収まった。っていうのと、2曲目は、1、2の三平さんは、仕事もせずに、工場へ行って、ろくなことせずに、質屋へ行って、鉢割って、暮らされて、飛んで帰った。っていう歌がありますよ。文がおかしかったら申し訳ございません。地域によって歌も違いあるのかな。1で俵踏まえて、2でにっこり笑うて、3で酒を作って、4つは世の中よいように、5つはいつものごとくなり、6つは無病息災に、7つは何事ないように、8つは屋敷を建て広げ、9つ小倉を建て並べ、遠でとっくり収まった。ここの屋敷は良い屋敷、良いとこな良いとこな音符。病気になったら大抵死ぬレベルだな。緩やかな死に至る病気は大丈夫。遠くの病院に送れる。一応地域に診療所のようなものがある。その医療水準は、蘭学ことはじめ。問題は、救急医療が間に合わない。途中で救急車が谷に落ちて、それを助けに来る救急車が来て、それがまた落ちて、深夜に救急車が来ると部落中が大騒ぎ。反響が鳴るレベル。わかる。救急車やパトカー来たら集落中の人が集まってきてお祭り騒ぎ。わかるでしょう。大騒ぎになって、やぐらが立って盆踊りが始まる勢いだよね、格好そ。あと、多かったのは、農薬を飲んでの自殺ほぼ女性。あと首吊りもあったが、圧倒的に多かったのは農薬自殺。頻繁にあった。今の農薬は対人毒性が低いのでそれはなくなった。列車に飛び込もうにも鉄道がない。あっても1日に数本では機械を逸する。考え直してしまう。病天はこんな田舎でストレスがないと思えるのに自殺が多いこと。かっこ田舎の人なら理由はわかるはず。バツバツくらい話すまん。そこいらはそんなに自殺多いのか。
お年寄りの、かな、過疎で孤独になって寂しいのかもしれないね。良いところも悪いところもあるね。都会の人には馬鹿にされるくらい田舎で育ったけど、今となればそのことを誇りに思っているよ。死ぬのは大抵壮年の女性。男性もいたが、老人というわけではなかった。農薬の服毒自殺はものすごく苦しんで死ぬので悲惨。死体確保現場大体、自宅を見に行った大人たちが、一様に真っ青な顔をしていたのが怖かった。もちろん子供はその場に近寄れない。その時初めて警察官たちを大勢見た。刑事も含めて確保多分、田舎で育ったことは良かったと思う。全体集合と部分集合の問題。ただ文化施設確保博物館、美術館などに子供の頃接することができなかったのが悔やまれる。良い図書館にも、食える植物、まずい植物、多分毒、遊びの中でこういうことが身につくのがいいね。腹に行中いたけど。子供の頃から仕事の仕方を学んだ。体で、山で木を切り倒して焚き火を作る作業で多くを学んだ。ナタを振るう時には、周りに人がいないか確認すること。振るっている人の近くには近寄らないこと。声を掛け合って作業すること。木の倒れる方向に漫然と立っていないこと。枝を落とすのはどうするのか、まさかりで一刀両断に焚き火がっぽ終わるのはどうすればいいのか、それを効率的に安全にやるのはどうすればいいか。会社に勤めてから、年末に、餅をつくという会を会社でやったが、誰も餅米をかまどで蒸して、石臼でついて、丸い食べやすい餅にする方法を知らなかった。日頃、横文字を使って偉そうにかっこ実際に偉いんだが、有能でしている上司かっこ年齢が上が、全く使い物にならなかったのが、かえってショックだったかっこ優越感など感じなかった。呪術も学べたし、あけび取って食べたりしてたな。懐かしい。イタドリを取って剥いてその場で食べたり。こんなこと書いてると自分ってほんと野生的だったんだと思うわ。みんなかっこいいな。鳥をさばいて食べたり、命が近い育ち方だったのかな。野生のカモが感電して落ちてきたからと、差し入れに持ってきた人がいたな。イノシシも電力系の仕事の人がさんでたまたま感電しちゃったからと持ってきた。父がさばいてたな。私は見せてはもらっていないけど、今思えばよくさばいたりしたもんだと思うわ。徳島のばあちゃんにいつも手のひらに細筆で文字書いてもらって白い虫出してもらってたな。缶の虫ね。墨なくても手ぬぐいと天然塩だけでもできるよ。ありましたよ。缶の虫というやつでしょう。病気は体内の、虫で引き起こされるという考えですね。あと、やいとを吸える、というのもありましたね。お灸のことですが、悪いことをすると、やいとを吸えるぞ、と脅かされるという。実際、やいとを吸えられたことがありますが、カッコ治療として、効果はなかった。むしろやけど跡が可能したりしてカッコ夏に危ない。小さな短い竹筒に塩を詰めて、その上にもぐさを乗せて、壺の上にそれを乗せて火をつけるというお灸もありました。山奥の集落の話です。それの名人、という人がいました。かまどで米を炊いて、それをお室に入れて保存して、それを今でご飯を食べていましたが、そのご飯粒かっこ柔らかいを、海苔代わりに使っていました。髪の接着などに、結構丈夫なんです。今も使います。笛木のりも使いますが、冬の暖房は、炭を火鉢に入れてそれのみ。ストーブなし。寒い。火鉢の中で燃えている炭を扱うのが火箸かっこ金属でぶっとい。掘りごたつで中に練炭かっこ自殺か、寒い夜には、石綿かっこ危険、の入った豆炭なんか。ブリキ製の湯たんぽも、夕方に、木でできた雨戸を閉める。朝一番では家の中は真っ暗。その木板の節のところが丸く取れた穴が開いていて、そこから太陽光が入って針穴写真の原理で外の風景がカラーで、ぼんやりと内側の障子に映って、それが朝の印。雨戸は重要。昼近くになっても雨戸が閉まっていると、そこの住民は出ていることがわかる。ほっとんどトイレットだったから時々ウジ虫上まで上がってきてたりもしたな。母がいろいろ対策頑張ってたな、あはは。便器に塩酸流して全滅とか、こびりついたうんこを溶かすのが目的だったのかも。学校でもやっているかっこいた。学校の小便トイレがパーティションなしのコンクリートのただの溝。中国か、うんこした直後に腰を浮かして便器穴から尻を離さないと、お釣りが来る。お釣り懐かしい。以前は都会から5、6時間かけて車で行った場所が、高速ができてから40分ぐらいで着く。でもまだ村自体の開発は進んでいないから安心。田舎への勧めみたいなキャンペーンは観光資源化でやってるな。俺の近所の話。ここで2本目のお話は終了です。3本目は2017年5月23日のスレです。ブラク出身だけど質問ある。真面目な質問だけね。ブラク自体が排他的だから俺が育ったとことわかる範囲で答える。特定されたら困るので出身ブラクは西日本とだけ言っとく。まずはブラクの定義から。定義というか育った場所がそうであって気づいたらブラク民になってた。差別されると生きていけないのが一般人。差別されてないと生きていけないのがブラク民。それはあるね。
まず部落の人でナマポはほぼいない。ナマポの人が家賃安いから部落に越してくる。なんで部落民になったの？ご先祖様はどんな方？じいちゃんが山奥の部落出身で働くために平地にある部落に出てきたらしい。母ちゃんは地主の家系で部落出身じゃない。どうは利権だかなんだか知らんが、税金でうまい暮らししてるって認識でオッケー。もし違うとしたらお前さんの見解を聞かせてほしい。ちょっと長くなるけど、まず部落内に小さな道路が通されることがあるとする。その道路はすべての住宅に相応に建てられて、少しずつ民家に貸すっていく。そのためその民家に国が移動費と土地代を払う。そのお金は通常の数倍の値段。しかも国の事業だから税金はかなり安いまたはないくらい。何それ、普通の仕事して中級の家住んで元部落ってだけでそんなせこい手で税金取ってんの？考えが部落ってこと？真面目に答えるつもりだから返事が遅くてすまん。今の部落の団体は差別云々より利益を集団で追求する団体になってるな。家はそういうの親父が嫌いだから抜けちゃってるけどね。言い方悪いけど、今でも部落出身なんて言葉が残ってるのは、言われることやってんじゃんね。部落民でいないと不都合をかぶる連中がいるんだね。ポジティブアクションにつけ込んで、優遇措置を甘んじて享受しているだけに思えるなどうも。プライドはないんだろうかね、それとも認識に差異があるのかな。そのあたりで正直なところ同一視されたくないと思うのも仕方のないことだよね。優遇措置を受けている、または受けていたことに関してどう思う？授業で部落優勢で、せっかく忘れらさられようとしている日本の悪習が、再認識されるのはどう思いますか？俺ら世代は差別とか受けたことないし、そろそろなくすべきだと思うよ。少しだけ言うと昔は道路とかも汚くて他は整備されてるのに、部落だけ放置だったらしいからその時点では国の補助は必要だったと思う。あくまでもその時点ではね、今はいらない。近年の中途半端な学校の部落の授業についてどう思う？俺は教えられたかすら覚えてないんだが。あれは良くないな。俺が子供の時にも授業であったけど、逆に自分たちは特別な存在だと思わされる。逆差別にもつながる。さっきも書いたように部落に家があるってだけで道路が通るたびに、移転費用だ土地代だって1億くらいは配られるから。部落民はみんな小金持ちだからな。正直今ですらあんまりわからないんだよね。ちょっと生き見て革製品を作るとかの、特殊技巧を持つ人たちの集まりってぐらいなんだわ。昔部落の人が差別画で道徳の時間半分使って、もうこの話はおしまいみたいな。部落民って得ばっかでいいよね。なんか差別されたことある？俺ら世代はない。親父たちはガキの頃あったみたい。役所に部落はってあるの？家の部落はほぼみんな商売してるからよくわからん。就職したやつとか俺の周りにはいないね。みんな社長業してる。あるよ。何年か前ならデポルシェ乗ってるゴミ収集のやつ捕まったろ。本当に部落以外と結婚できないの？家の嫁さんは部落外出身だよ。ついでに言うと俺も今現在は部落外に住んでる。就職せずにみんな商売してるってのはどういうこと？そんな誰しも必ず軌道に乗るような商売はないだろ。さっきも言ったけど今は利益を追求する団体で、家業を思い浮かべてもらえばいいと思う。あと国から金が道路関係とかで出てるから元ではかなりある。聞くに銀行とかいろんな勧誘は来る。うちの親父は事業で成功してるから銀行屋はよく来てたけど、部落の成果はわからない。政治家はかなり頻繁に来てた気もする。部落への助成金はもうなくなったけどね。小泉さんがなくした。それまでは町単位の予算が組まれてた。俺が部落に住んでた高校時代までに聞いた話とかだから今は違うのかな。父が部落の血が流れていて、僕が武家家族の血が流れていても同じ日本国民だし、同じ人間同士だ。差別する意味がわからない。嬉しいこと言ってくれるけど俺ら世代は差別とか受けたことないよ。国が甘やかすからなくならねえのよ。明治で江戸時代の古い利権だけ残すとか、ちょんまげ台頭してる奴も家族もいねえこの時代にさ。俺は東京だけど同じような話は聞いたことがある。道路の開通で家が少し移動になって国から金が出ると、こっちは部落という基準がない。ただ、その地域は差別地区となってはいる。埼玉に近い地域だ。その地域には草加が多い。元は部落なんだろうか。俺はよそからそこの近隣地域に来たのでよくわからない。前に親と喧嘩して実家追い出されて、知り合いの住宅を1年ほど曲がりさせてもらったことがあった。なんかその地域だけ妙に暗いし雰囲気も薄気味悪かったな。家賃安かったから住む分には困らなかったけど。それは部落とは違うね。部落は国から金出るからめちゃくちゃ明るい。道路がやたら綺麗。学生時代朝ランニングしてたら部落に入った瞬間電灯が多いのに気づいて。よく見てたけど他の地域より綺麗だし家も豪華だし、家のあった部落ではありえないね。部落って未だに差別とかあんの？俺は20代後半だけど全くないんだが。ほぼないね。じいちゃんとか生きてて結婚の時にはたまに出るとは聞いてるけど、家の兄弟は4人兄弟なんだけど全員なかったね。
埼玉の某所だけど近くに被差別部落がある。表だって言われることはないけど未だに差別はされている。第一にしろ被差別部落にしろ、差別されることをネタにして金を稼ぐ奴がいつまでもいるから、白い目で見られることが消えないんだよな。この時代の先進国なら、数十年黙ってれば差別なんてすぐなくなるわ。先祖がどうなんてネガティブな意味で探る奴今はいないし。その通りだと思う。家の親父もそういう浅ましい金が嫌いだからかなり昔に団体抜けたしね。ブラックミンはマジで頭いってるやつ多いって聞いたんだけど。俺ら世代は裕福な生活してるからかおっとりしてるやつの方が多いかな。親父やじいちゃん世代は頭いってる人が近所に何人かはいた。よく誤解されてること。都会にブラックはあんの。都会にも田舎にもある。城下町には 100% ある。ボロ屋が多いの。助成金のおかげで綺麗な家が多い。童話教育なんかしなきゃいいじゃん。差別がなくなったら困るブラックミンかっこエセがいるのでなくなりません。エセが多いのも事実。選挙で金が動くし、どこそこに高速道路が通るなどの情報も入ってくる。数千万で山買って5年から10年寝かせて高速が通るところを国に売れば、たちまち数億になるからな。部落に関係ない奴が金儲けに入り込んでることの方が多いと思う。ここは部落って教会みたいななんか明確なものがあるの。ただ単に何々町は部落の町みたいな、なんとなくそんな感じのところ。町単位のとこもあるし、数個単位のとこもあるから一概には言えない。家の部落はかなり大きい。その地域の半分が部落でもう半分が何々町みたいな感じ。江戸幕府以前にも存在したって説もあるが、家康が身分制度固定のために利用したってのもでかいな。陰湿じじいな家康が天下取ってなきゃ日本もだいぶ変わったかもな。被差別階級は大昔からあったらしいが、古代の被差別階級は一般人からは差別されるけど、天皇家とつながりがあったって話を聞いたことがある。吉野に落ち延びた大天の王子を、大宮佐の手先から守ったのは当時の被差別階級だったとか。京都市、大阪市などに多数存在する都市部落では、人口の流出入が極めて活発であり、社会的地位の上昇を果たした階層が転出していき、その代わり社会的に低位な層が転入してくるという循環構造が形成されていることが近年明らかになってきている。らしいんだけど、それでも部落は明るいの。俺の知ってる範囲でのことだけど部落は地域だよ。血筋とかあんまり関係ない。家の母ちゃんも部落外から嫁いでるしね。人が入れ替わってもその地域が部落だったことには変わりないと思うよ。ひのごの言ってるが、その輪の中にいて恩恵受けておいて、理解してほしいとか言われてもな。家はそういう金が嫌いだから団体を抜けてるし恩恵は受けてないよ。ただエセ部落民やナマポ問題について正確な俺の知ってる限りのことを、伝えようとしてるだけだよ。そもそも本当にあるの。都市伝説とかじゃないよな。京都駅の南側に高人地区と呼ばれる日本三大部落の一つがある。画像見れるからググってみな。結局差別とか言ってるだけでただの既得権益ってことでオッケー。金と政治の道具ってことなんだろ。エセ部落と金に汚い一部の部落民はそれで正解だと思う。だけど普通？俺たちのいる部落は家業に近いと思う。みんなで協力し合って商売したりすることが多いし金の融通もする。頼もしも多い。今来た。部落民は隔離されるべきだと思う。利権を主張するために若い世代に部落教育するなクズどもが、こう思っている俺に対してレスをどうぞ。部落は地域のことだから、君も引っ越せば明日から部落民だし、部落出身者も引っ越せば今の日本で差別とかないよ。利権は金儲けをしたい団体や、政治家のことで部落民とは関係ない。地域としての部落を利用してるだけ。部落教育なくせば部落自体知る人がいなくなって差別なくなるんじゃねと思うけどどう？全くその通りだね。でも教師って生き物はそういうの頑張ってる俺かっこいいと思う人種だから、当分は無理な気もする。部落といってもいろいろあるんだな。ここで全てのお話は終了です。限界集落に住む人たちの貴重なお話でしたね。